フレッド・ペリーはイングランド・ストックポート出身の男子テニス選手。フルゲームはフレデリック・ジョン・ペリーというイギリスのテニスの神様として今なお尊敬を集め続けている名選手である。四大大会でシングルス通算8勝を挙げた。1934年から1936年にかけて地元のウィンブルドン選手権で大会3連覇を達成した。 彼以降長らくイギリス人男子が優勝できなかったためウィンブルドン現象とまで言われるようになっていた。2013年、アンディ・マリーがウィンブルドンでイギリス人男子として実に77年ぶりの優勝となった。ウィンブルドン選手権会場にあるフレッド・ペリー像。ペリーは最初は卓球選手として名声があり、20歳の時にテニスに転校した。 ペリーが手本にした選手はフランスのアンリ・コシェだったという。やがてペリーはイギリスのテニス界の第一人者となり、1931年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップのイギリス代表となる。1933年、ペリーはイギリスのデイリー・テレグラフ紙の評論家の選考による世界ランキングで2位に入った。この年の全仏選手権準々決勝で、 ペリーは日本の佐藤二郎に敗れたことがある。1933年の全米選手権で4大大会に初優勝を果たした時からペリーの最盛期が始まる。1934年には全豪選手権、ウィンブルドン選手権、全米選手権の年間3冠を獲得し、この年からイギリス人選手としてウィンブルドン3連覇の偉業を樹立する。 初優勝の時は、前年度の世界ランキング1位だったジャック・クロフォードを、6から3、6から0、7から5で破り、1935年と1936年は2年連続で、ゴッドフリートフォンクラブを圧倒した。1935年の全仏選手権で、初優勝を飾ったペリーは、男子テニス選手として、初めて4大大会のシングルスタイトルをすべて、獲得した選手になった。 これは男子テニス史上初のキャリアグランドスラム達成を意味する。昇進証明の年間グランドスラムは3年後の1938年にドンバッチによって実現された。1936年の全米選手権優勝。グランドスラム優勝8回はリチャード・シアーズ、ウィリアム・レンジョー、ウィリアム・ラウンドを抜いてビル・チルデンに次ぐ歴代2位記録となった。その後ペリーは プロテニス選手に転向する。1938年にペリーはイギリスを離れ、アメリカ市民権を取得した。第二次世界大戦の期間中は、アメリカ空軍に勤務し、終戦後は実業家として、成計を立てた。ペリーは長年にわたって、ウィンブルドン選手権のラジオ放送解説を担当し、1975年に国際テニス伝道入りを果たす。 ウィンブルドン選手権の会場内にあるペリーの銅像は1984年に混流された。晩年はオーストラリアに定住し、1995年2月2日にオーストラリアのメルボルンの病院で、正居、85歳。1月末、同市内のホテルに滞在中に肋骨を折り入院していた。フレッドペリーのポロシャツ1952年、ペリーは、 ロンドンでフレッドペリースポーツウェア社を設立した。このブランドは月桂樹のロゴで広く知られ、テニスウェアとしてだけではなく、1960年代にはモッツと呼ばれた若者にも好んで着られており、現在でも服飾ブランドとしての地位を固めている。2020年9月、フレッドペリーの黒と黄色のポロシャツがアメリカ合衆国の曲グループ、プラウドボーイズの 非公式な制服となったことを受けて、フレッド・ペリー社は、同アイテムの北米全域での販売を停止し、メンバーらには着るのをやめるよう呼びかけた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。